はい、皆さんこんにちは、ちょでございます。ミスタープロ野球88やっていきましょうと。中日戦で最後の3戦目の3戦目ですね。3戦目の3戦目じゃないね。3連戦の3戦目ですね。まあ3連戦って、連戦って言いましたけど、このゲームやってる限りは休みの日なんかないんでね。じゃあやっていきましょう。ちょっと時間経ってんですけど、前回どうだったのかな。もうあとは練習設備上げて、なぜかね、最近天気の2番がね復活しました。妙に怖いんですけどね。あ、また死んだ昨日まで生きてたのにまた死んだ2番が今これカーソルキーで動かしてます。あ、2番死んでるわ。あら、昨日のね、三国志やってる時にあれ動いてたんですけどね。おやおや、まあでも仕方がないね。さあね、球児投資しましょう。で、勧誘して終わりにしましょうか。はい、気まぐれだな。成績は、あ、昨日は勝ったんだね。あ、2連勝なんだね。太陽に2連敗したんだよね。さあ、選手状態見ましょう。あ、しまった。スマホ出してくの忘れちゃってたね。よいしょ。よっこいしょ。誰のピッチャー、あらら、稲尾さんだわ。いや、違う。キーヨさんだな。調子からいくとキーヨさんだね。さあ、誰かなと。お、真由美さんが上がってんだけど、どうしようかね。真由美さん、ほんとね、ちょっと下がってきてるからね。さあ。あ、大野さんが来てるね。ということは、大野さん出しましょう。大野さんね。で、木戸さん、和田さん。そうか。で、また島田さんが落ちてるので、木戸さん出しましょうか。で、和田さんは出さない。で、佐野さんの代わりに真由美さんを入れると。この布陣でいいかな。で、あれ、あと、あ、キヨさんに書いておきましょう。外野はレフト、ああ、そうかそうか、タオさんがいて、あ、これでちょうど合ってんだね。じゃあ行きましょう。いやー、キヨさん調子いいんでね、今日はいけそうな気がしますよ。ほんと初球打ちが多いね。まあまあ試合が早くね、流れてくれるんでいいんですけど。バースは調子いいね。あ、掛布さんも上がってきてるね。上がってきて、おお。でも2アウトなのね。まあ長尾さん。おお、やる長尾さん。先取点取った。久しぶりに先取点取った気がするな。気のせいかな。まあ1点取ったんでね。まあよしとしましょう。しかも2アウトから取ったんでね。これはまあいいんじゃないのと。企業さん1球投げてね。体力1減っちゃったね。まあここはね、落合さんだけ止めとけば。 あと5番だ、ここ。ああ、こ、あ、5番宇野さん。宇野さんは微妙なんだね。6、あら、この大島さんだ。これがたまらない。今まで結構やられてんでね、もう企業さん体力に2個も減っちゃった1回で。お、真由美さん打ったね。月以外は、あ、フライか。お、あ、いいねいいね。じゃあ走りましょう、大野さん。盗塁でね。あ、走らないあらあら、もう。さあ、バースやってくれるかな。やってくれなかったね。
ああ、まだ1点入れたかな。継投あんまり使いたくないんだけどね、もうね、うちのリリーフ陣がもうフラフラなんでね、体力が使いすぎちゃってんでね。でも体力にしかないキヨさんでね、完投2回から完投させ2回でこの状態だからね、完投させるのはほぼ厳しいなとは思うんですけど。お、掛布戦、うわ、スリーベース、おやおや。でも外野もすごいよね、ノーマンでホームまで返したからね。あら、今日もなんかいい2桁得点ぐらいいきそうな感じしますね。これ中日に3連勝になっちゃうんですよね、今日勝つと。あ、今日は当たってる序盤、うお、おお、序盤どうなることかなと思いましたけど。ああ、もう一気に点数が開きましたね。さあ、ポコポコは打たれているのでね。いけてますね。ああ、掛布さんもうめちゃくちゃいいみたいだね。え、今回調子良かったのかな。いや、普通だね。もうクリーンアップは全然普通です、今回。あら、まあ、さっき岡田先生打ったからね。まあ3割2分か。今のうちのチームで3割2分だったら、ちょっともうあの本当もう交代させようかなと思っちゃうぐらいの数字なんですけどね。まあ一発あるからね、岡田さんはね。いや、今日はめちゃくちゃ勝ってるわ。もうこれは言うことないですね。まだ近藤さん投げさせてんね。毎回ランナー出てんじゃない、そんな気がするんだけどね。あ、4割乗った、加計夫さん。あら、まあ調子上がってんだね。ああ、彦野さんだ、いたんだ。この後なのかな、1番バッターで。ああ、この後中日強い時期来ますよね。あ、でもこの時ぐらいかな。あ、いや、この年に中日優勝したんだっけ。ああ、いや、86年が中日優勝でしたっけ。ああ、なんかそんな気がしてきた。中日この時強かったような気もしますね。ちょっと調べてみますわね。1986年の、おや、86年セリーグ順位ね。あ、広島ですわ。広島、巨人、阪神対応、え？え？中日は？おや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 。あ、中日5位ですね。ヤクルトが。そうか、じゃあこの後なのかな、中日は。ひょっとするとね。さあ、ちょっと野球見ないとね。全然見てないからね。キーゴさん大丈夫？
さあ、ピッチャーよし。あ、まだいけるか。まだ頑張れるか、キヨさん。確か中日ね、強い時は彦野さんが一番だったような気がするんですが。あ、あとそうだ。あら？立浪さんはまだいなかったっけ？立浪さんまだいないか。あとね、そのだいぶ後ですけど、森野さんっていたでしょ、中日でね。あの人、私はね、もうめちゃくちゃ、できるんじゃないのかなと思ってたんですけどね。がたいいし、ねえ、でも結局それほど、ね、残せなかったような感じですよね。怪我だったのかな、怪我っていう感じはしなかったんですけどもね。あの、本当、森野さんっていう人はね、あの別に、あの、うわ、特別なんかね、ひいきしてたっていうわけじゃないんですけど、見てるとね、がたいいしね、一時良かったと思うんですけど、本当にパタッとね、その時だけが良かったような感じだったんで、あとなんかね、代打とかに回ってたと思うんですけど、あ、怪我したのかな。そういう意味ではね、あと巨人の高橋由伸さんもね、まあ、あの人すごい、あれ、あれ大爆発だね。高橋由伸さんもね、もう初球打ちはね、すごく共感するところでしたけどね、もうファーストストライク打っていくっていうのが、もう私もそうでしたから、もうね、すごく共感することができましたね。ただ、結局タイトル何も取ってなかったんじゃなかったでしたっけ。ねえ、監督やったら監督にね、もうあの、監督、もう無理からやらされる形で、あんな結果になっちゃって、ほんとかわいそうだよね。とね、あとは、あれかな、誰か、いたかな。あとだから前も言いましたけど、広島のね、栗原さん違ったかな、ね、あのスラッガーのね、4番、一時4番打ってたと思うんですけどね、あの方もパラッと消えちゃったんでね、っていうような感じもあったんですけどもね、まあ、あと広島はね、本当選手育てるのがうまいと思いますよね。野村さんとかね、尾形さんも、あと前田さんとかね、もうあの頃は本当ね、もう、なんだろう、もう、本当に、3割30本、30盗塁ぐらい、しまくるんじゃないのかなと思ってましたもんね。あ、それピッチャー、あー、いや、もうピッチャー間に合わないね、これ。一応でも準備はしておきましょうか。いや、16点も取っちゃうとは思わなかったね。あ、福間さんね。太陽の2連敗はね、本当コメントでいただいたのは中西さんの呪いみたいなね。いや、本当中西さんは失敗じゃな。遠山さんにしとくべきだった。遠山さん怒りそうだけどね。本当ね。もう、あれ本当首にするときちゃんと成績見えるようにしてくれたらいいんだけどね。そういうわけにはいかないんだよね。おお、ゲット。完封、あ、完投しちゃった。いやー、ここまで点取ってくれると気持ちがいいんですけどね。はい、秋代先生11勝です。いやー、ホイールズ強いなー。で、お、カープがスワローズに勝ってる。あらららららら、らどうなんだこれ。お、また並んだね。で、2ゲームでホイールズか。あ、5位6位も並んでるね。ただ勝率で中日の方が上と。というわけで、終わっておきましょう。ミスタープロ野球終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。